こんばんはラムナイ放送局日本語のニュースでございます6月14日ラムナイ外務局は2024年のラムナイソンにおけるリオージー業ムと国民保護に関する会議を開催しました会議では参加者らは国民保護とリオージー業ムに関する2つのトピックについて更新が発表する内容に耳を傾けました その中、海外に投稿する地元住民が問題に遭遇したり、受け入れ国の法律に違反したりする問題への対処に関するガイダンスを提供するとともに、ベトナムの法律に違反する外国人を調整し対処します。これらは重要な問題であり、その役に、公務員、人民公安の職員と兵士からなるチームは、 発生する実際的な問題に対処するためにより多くの知識とスキルを身につける必要がありますこれにより外務部門の方向性を定めることに貢献すると同時に革新と国際統合の時期に外交政策をより効果的に展開するというその共通目標に向けた準備段階となります2023年ロムライソーはホジミン市外務記憶。 在外交換、ベトナムの外国代表機関と連携し、国民保護に関連する8件の実験と外国関係者との75件の実験を総理し、国際法とベトナム法の規定に従い、人々の相当な権利と利益を確保しました。ベトナム国家銀行は、教会のない営業所で、金字機の販売する合意はルール・ 違反とされ罰金の課されると発表しました同行は後人が金資金最大手最大手最大手の金,時金,金融機関及び国家銀行が強化した営業所のみで販売できる規制を改めて強調しました政令第88号2019には強化のない営業所による金の販売行為に対する警告が規定され 違反を繰り返した場合には、1000万から2000万ロンの罰金が課せられます。さらに、無許可で禁止金を販売する営業所には、3億ドンから4億ドンの罰金が課せられると記載されています。ロゴは、禁止金の取引を認可された営業所に対し、高額の金の取引を審査し、2024年7月15日までに、 マネーロングリングのリスク評価報告書をどこに送付するよう求めています労行はまた、これらの営業所に対し第25条の規定に従って公額取引の報告と2022年マネーロングリング防止法に関する法律第26条の規定に従って疑わしい取引を 7月15日までにマネーロングリング防止指導委員会に報告するよう求めていますロムナイソー労働装備用会社記憶はロムナイソー工業サービスセンターによりますと年初から6ヶ月間における資金を登録者数は2万7000件近くだったということを発表しましたこのうち ローセンターは2万4000件を超える新請書に決定書を発行しました。この地域の質業率の低下と工業創出の促進を目的として労働・労働・商業弊社会記局は、田村省工業サービスセンターに労働者の工業の機会を増やすための職業紹会活動を実施し、就業と供給を学びつける 様々な活動を促進するよう指示しましたさらに労働者が自分のスキルに適した職業を見つけて早期にロシ思想に復帰できるよう職業スキルを習得できる機会を支援するよう求めていますロシアのプチン大統領は西側の現行の国際安全放送モデルの崩壊により世界は 機関不能点に達したと指摘し、ウクライナで低戦条件についても述べましたプーチン氏は、ロシア外務省とキ区サラとの会合で、米国が武器条約から離脱したことで、世界の安全保障の妨害につながっていると非難しました。 ロシア大統領は西側諸国が凍結したロシア政策の運用益をウクライナ支援の偏在に充てるとしたことについてセットであると述べました。プーチン氏は西側諸国のロシアに対する扱いを見ればどの国も西側諸国による資産凍結の犠牲者になり得ることが示されていると指摘しました。ロシアは 2022年にウクライナで特別軍事作戦を開始した後に西側諸国が凍結したロシアの公的水産から得た利益を活用してウクライナに500億ドルの融資を提供する協定草案に G7 首脳が合意したことを受け翌日にこの声明を発表しました。ロシはウクライナが 北大西洋条約機構化を完全に諦めることを含むロシアが部分的に占領している4つの地域ロネシック、ルハンスク、ヘルソン、バポリシャ各州からウクライナ軍が徹底する5つの要求を満たせばロシアは停戦し平和交渉に参加すると述べました6月末まで EU 議長国を求めている ベルギーは6月14日の大使級会合でウクライナとモルドーバの EU 加盟交渉の枠組みに大筋で合意したと発表しました。X プラットフォームに投稿した声明でベルギーはウクライナとモルドーバの加盟交渉の決定は6月21日の政府間交渉会議で早式に承認されると発表しました。 欧州委員会は1週間前、両国は正式に交渉を開始するために必要な条件のすべて満たしているとの判断を示しました。ベルギーと欧州委員会は7月1日にハンガリーが EU 議長国を引き継ぐ前に合意に達成できることを期待していると述べました。ブラベストは、 以前、ウクライナが EU 加盟に必要な条件のすべて満たしているとの欧州委員会の判断に疑義を表明していました。ご清聴ありがとうございました。